どうも、ボビー・アトレザーのボビーです。ねえー、今日は175回目ですよ、もう、ねえー。ボビー・アトレザーのアトリエからライブでお届けしております。そうですね、えー、今日は木曜日ですね、今日25日、2月25日です、この、えー、配信はね、今やってるのはね。えー、木曜日ということですね、作品の話。 でまあ、今日はですね、作品の中でもね、まあ、ボビー・アート・レザー,ーらしいぽいっていうか、あそういう <laughs> 世界観のですね、えー、レザーのパッチワークの作品集の、まあ、作品というか、それについてですね、えー、これね、パッチワークですよ。で、それについてですね、えーまあ、軽くお話しさせていただこうかなと思います。ね、少しお,お付き合いください。 ねえー、まああのー、まあ例えば10個作っても全て形、えー、形は一緒ですよフォルムは。えー、けどあのその何て言うんですかね、えー、レザーの表情とか全部あの自分でカットして作ってるんじゃないのであくまでも。えー、っとですね何、えー、て言うのまあご説明しましょうかね。うん 例えば、まあ、今パッと手元にあるのがですねこ,こういうこれ馬側ですよ黒いまあこういうこれはまあ途中で使いさしのものなんですけどもこれは別に歯切れとは僕はあ言いませんけどね、えーまあ、こ,ういうこれってはもう歯刀歯刀を作ったくりぬりだとですねでこういうところはあの僕のボビーアドレーザーの場合は使わないんですよこう,こういうところはあのこういうでねパッチワークするでもこういうところはちょっと違うんですね見えがかりのところはですねえー、っと ホビアトレザーの特徴、うん、ここれ、うんとここここここら辺、ここら辺、ええー、わかりますかね、この自然、もともと天然なというか、あレザーをですね、えー、あのー、仕入れたときというか <laughs> あの、まあ、四角いもんじゃないですからね、生き物の形してますからね、えー、そういう,う下手のところ、下手っていうんやろう、なんていうんやろうね、えー、こういうところですよ。 縁、ね、側っていうんですか、あのー、縁というんですかねこういうね、あのー、ちょっとこう何、あのー、て言うんですか普段はあまり使われないところですかねであのわざとらしくなく手、あのー、人の手を加わってね勝ったとかで加えてない、えー、そういう自然なっていうかあそういう形をですね、えー、組み合わせですね、えー 構成してるんですねだからまあ例えばこういう感じで、えー、組むわけですよ。まあ、これをこういうパーツを、まあ、これ単色の場合は何ですか単色のね黒い1個とか同じ素材の場合はあ特に、えーまあ、この柄だけでね、えー、関係するんですけどもいろんな色合わせとかもする場合とかはあ あのねやっぱりこう構成とかこ分量っていうんですかねそれも自分でサメで直々切るわけじゃないんでうんもう本当にこうハサミの断面ではなくまあどうしてもというところはもう多少はカットしやすしますけどうんそれ以外のところはもう全てこういうねえ天然のとここういうムラがあったり脂肪のねこのムラがあったりとかですねなんか見えるかなわかります 真ん中のところ明らかに違いますよねこう,こういう表情がねそういうところをですね、えー、読んで、えー、それもおかっこよくねやっぱり最終的にはかっこよくないとあかるんのでね、うん、なんかエレガントっていうか、うん、グッと目を引くような、うん、なんかそれがやっぱり魅力やと思いますんでねまあまあ今普段ねここみみあね画面で見えてるこのこの視聴もそうですね えー、レザーのパッチワークで1、えー、着作ってますけどね、えー、こんな感じでね、えー、っと今脱がされへんからあれだけど座ってるしね僕もでた例えば今僕がもういつも毎日作ってるー、ね、これ歌,歌本 <laughs> 入れてるまあまあ A4 のーノードカバーですかね、えー ブックカカババーーというかねね、えー、ファイルのカバーです、ね、これもまあ同じ、えー、これバッファローでもうこれも10年以上前作ったんですけどねあのー、こういう感じで同じ革やけどなんかほら色ムラがあったりしてるわけでしょで特に、えー、もう何年経つんやろおもうねだいぶしてるからいい,いい感じの経年変化になってるしね分、うん、かりますかね。 だからで、ね、バラバラ取れるわけでもなくしっかりしてますよあの。これでなんか壊れたりとかそんなわけでもないですよ。こんな感じ。こ <laughs> んな感じ。ね。えーまあ。まあ、既製品としてはあアウトかもしれませんけど、ボービーアトレーザー的にはもうこういうのが一番得意やし、まあ、一,一番まあ,あの、らしさが出るかな。 うん、で他の他の方はこれは持ってないと思いますしね。うん、でまあだからでも歯切れを集めてるわけでもなんでもなくて僕歯切れという,いうのはほらもうなんかいらない部分みたいな感じで思われるじゃないですかそれではないんですよねそういうところにあの何とも言えない魅力を常々感じてるわけなんですよね。 うんあのー、美味しい場所とかああるんんですよ実際ねうん、あのこれ美味しいなこれでなんかこう自分で生み出されないっていうかうんまあ木目の節とかあのようなもんから木目でなんかあるじゃないですかこの木目のこの目が何とも言えんなとかううんあのこう自分で傷つけたとかそんなでなしにねうんなんかそういうふうなところにねうんで、まあいつもこうやって、えー、作ってるわけですね。 まああのー、またねあのこういうボリス、まあ、あのレザーハットで言ったらボリスタイプって言うんですけどボリスタイプもですね動画撮ってみましょうか、あのー、今でもこそ、あのー、今もね水曜日昨日もですけどレザーハットができるまでをねずっと <laughs>、あのー、昨日 5, 5回目まで行ったでしょそれのうんとね、えー、同じハットとしてもハットだとしても 倍ははかかりますねね <laughs> 時間はねあの構成組むのもそうやし作ることは一緒なんですけどそううまあどっちかというとバッドボリスとかボリスの場合は you, know, ファチワークのハットなんですけどねボビア・トレザーの。<laughs> の場合はまだあそうですねあのーパーツは少ない方なんですけどねこれがまた革ジャンとかなったりとかしたらまたああこうより <laughs>。 ダイナミックなこれはですねちなみに、えー、これもパッチワークですね、まあ、パッと写真が出てきたんでね、えー、これはドラムスティックのケースのー表側ですね、うん、これはあのマッド大内さんの、ね、が今 <laughs> あの使ってるドラムのケースですねこの馬の毛皮が <laughs> あの、ね、心臓に毛が生えてるようなイメージですよね、うんまああのー。 でもそれに、えー、ディアスキンこれはディアスキンですねやっぱりこう脂肪がちゃいますよねうんでディアスキンをのお構成かなうん馬馬とディアスキンでね、えー、馬と鹿といったらねまあここではこ発することはしませんけどねそういうねドラムねうんやっぱりこうそういう風うに振り切ったあ感じが 生き様とかね、僕は好きですね。あこっちあこれ川じゃんですかね。これもね、あのこの川じゃの後ろ姿ですね。うん、これあのギタリストのあの一郎さんのね、川じゃの後ろ姿ですね。えー、これはあの六年前のですね、長渕スさんのあのオールナイトのね、あの,えー、のコンサートのですね、第二部で着用されてたあレザージャケットですね。 はい、思い出深い一着です。ね、えーまあ、こういうパン、例えばあの全部をね、あのパチワークするのもあれなんですけど、おこういう感じですね、あのこれもあのフラあのポケットのとこかなあの、カーゴパンツのね、そういうところだけに、こう、えー、部分的に使ったりしてますね。あえてしない方があが、作るのは楽です、はっきり言うて。うん でやっぱりそのただやっぱりそれがねフックになるっていうかあのいいスパイスっていうか、うん、になるんですねだから、まあ、全部が全部やったらほんまのミノムシみたいなボロボロになるじゃないですかそこの寸止めっていうかね、うん、あのピシッとしたところはピシッとしててあとその暴れるっていうか。 うんまあ、今またあの今ハットをですねえ今制作してる段階なんですけどえそれもですねえまた新たな試みでですねえちょっとまた違う感じのやり方を今模索してえ今制作中なんですけどねまだ完成した感染者楽しみにしていただけられたなと思いますねえまあそんな感じでですねえ今日はですねえまあパッチワークのね えー、作品ね、えー、ついてですね少しお話しさせていただきましたまたねこれはしょっちゅうね、えー、ちょいちょい挟んでいこうかなと思いますんでねお楽しみにしてくださいそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイあそうそうハートマークいいねねいいねのハートマーク押してねじゃあねバイ再びバイ